コロンビアはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の2番艦。艦名はサウスカロライナ州コロンビアにちなむ。その名を持つ艦としては6隻目。コロンビアは1940年8月18日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1941年12月17日に JA パスカル夫人によって命名。 浸水し、1942年7月29日に、艦長、W.A. ハード大佐の指揮下収益した。1942年11月9日に、ノーフォークを出港。コロンビアは、ニューヘブリディーズ諸島のエスピリット・サント島に12月10日に、到着し、同諸島西方の偵察部隊に合流、ガダルカナル島をめぐる、戦闘の支援を行う。 1943年1月29日、ガダルカナル島へ向かう輸送船団を援護するためレンネル島から巡航している間に、コロンビアを含む艦隊は、日本軍による激しい空襲を受ける。レンネル島沖海戦で、アメリカ軍艦艇は、空母艦載機部隊及び、地上基地からの部隊により援護された。コロンビアはこの海戦で、敵機3機を撃墜した。 2月1日からは、エファテ島を拠点として、コロンビアは、ソロモン諸島の紹介を続け、6月29日及び30日には、ニュージョージア島上陸に際して、艦砲射撃と、機雷敷設を行った。7月11日及び12日には、ムンダを砲撃し、その後9月5日までソロモンに諸島南東部を、紹介した後シドニーでの短期オーバーホールに入る。 コロンビアは1943年9月24日に部隊に再合流し日本軍の輸送歓迎撃のための紹介をベララベラ島沖で行う。11月1日海兵隊がブーゲンビル島への上陸を行う際にコロンビアはブカ島のボニス飛行場ショートランド島への砲撃を行う。11月2日の夜にはブーゲンビル島への補給を行う日本軍の 攻撃輸送艦を迎撃した。エンプレス・オーガスタ湾の戦いではコロンビアは、両艦と共に、軽巡洋艦川内、駆逐艦初風を撃沈した。コロンビアは、ブーゲンビル島への上陸支援を継続し、12月を通じて、ソロモン諸島への敵目標に対する、艦砲射撃任務に従事した。1944年1月は、 ニューヘイブリディーズ諸島で訓練演習を行い、その後コロンビアは2月13日から18日まで日産島への攻撃、占領を支援した。3月初めに部隊はトラック島とカビエンカンの航路を紹介し、3月17日から23日までエミラウ島の攻撃、占領を支援した。4月4日にコロンビアはポートパービスを出港し、 オーバーホールのためサンフランシスコに向かう。オーバーホールが完了すると8月24日にソロモン諸島に戻った。1945年1月6日、フィリピンのルソン島ーブリンガエン湾で日本陸軍の特攻機の体当たり攻撃を受け13名が死亡、44名が負傷した。レーテ島のサンペドロ湾で応急修理を受け、その後歳海岸でオーバーホールを受けた。 6月16日に、レーテ島に戻る。3日後ボルネオのバリクパパンに向けて出港し、6月28日から、停泊、7月1日から行われる、進攻作戦に備えた、総会作業の護衛を行う。コロンビアは、オーストラリア軍の上陸を支援し、翌日まで、艦砲射撃を行った。その後、第95任務部隊に合流し、 東、シナ海での日本艦艇への攻撃任務に従事する。8月15日に戦争が終了すると、視察団をトラック島へ運ぶ。その後は10月31日まで陸軍兵士を、グアム、サイパン、イオ王島から帰国させる任務に就いた。西海岸を訪問した後、コロンビアは1945年12月5日に、フィラデルフィアに到着、オーバーホール後は、 予備役兵の訓練任務に1946年7月1日まで従事した。1946年11月30日にフィラデルフィアで退役、保管後1959年2月18日に売却された。海軍主君部隊賞に加えてコロンビアは第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。